はじめまして。私は愛玩用エンジェロイド。あなたが楽しめることを何なりと、マイマスター。あ、そういや昨日降ってきたよね。マスター、楽しめることを何なりとご命令ください。欲しいものとかでもいいんです。私たちエンジェロイドはマスターを楽しませるためだけに作られたものですから。え、私は愛玩用エンジェロイド、タイプアルファ、イカロス。マスターを楽しませるためだけに作られたシナプスの製品です。ま、難しいことはいいや。それでさ、他にどんなことができるの？何でも何でも？違うんです、ソハラさん。これは鎖を外そうとしているうちに。一体どういうこと？あの子誰？なんでトモちゃん家にいるの？あ、いや、実はその、空から降ってきたんだ。その前にこの鎖を何とかしないと。あの鎖でしたら自由に伸ばしたり消したりできますが。そういうことは早く言ってくれ。じゃあイカロス、お使いに行ってきなさい。はい、マスター。待てい、ちゃんとお金を預かって何を買うのか聞いてから。はい、マスター。ではマスター、できます。こら、普通の人間は空飛んでお使いに行くのか。はい。行かないだろう。はい。赤点だな。まだまだ練習が必要だ。すみません。まあ初めてにしてはよくやったな。偉かったぞイカロス。何やってんだイカロス。これは宿題です。ん？あ、どうしたの？マスターが困っている気が。いいの、トモちゃんにはちょっとお灸を据えなきゃダメなの。私だって友達だもん。もう一人ぼっちじゃないからね、イカロスさん。マスターが困ってます。やっぱりちょっと心配だよね。みんなそんなに怖がらなくてもいいのよ。大丈夫だから、よっぽどのことしない限りは。すみません。マスターは何をしているのですか。私のマスターに何をしているのかと聞いているのです。やめろイカロス。イカロス。あ、はい。お前がずっと大事そうに持ってるそのスイカ、多分とっくに中身腐ってぐちゃぐちゃだぞ。海から帰ってきて以来、イカロスがちょっと錆びたのか変な音がしている。おい、これ食べてみろ。なんだろうこの言葉。意味はわからないのに、なぜか気になる。どうして愛し
してる。どういう意味ですか、マスター。この世の終わりじゃ、神がわしらを滅ぼしに来たんじゃ。コラーク、やりすぎだ、やりすぎ。お前平気だと分かってて俺の盾になってくれたのか。いえ、まさか自分でも。そっか、そうだよな、自分でもびっくりだったよな。お前は女の子なんだ、あんまり無茶するな。なんか俺昔を思い出して。私はマスターのおそばにいたいです、これからもずっと。お嬢様、僕と一緒に逃げましょう。嬉しいわ、あなたのその言葉。でも私にはどうすることもできない。伯爵の力が何だと言うんですか。私もマスターと手をつなぎたい。マスターの手、どうしたらマスターに手をつないでもらえるのかな。そうだ、いっぱい頑張ってマスターに褒めてもらえるようになったらきっと。いいのかな、こんなに幸せで。どうしたんだ。いえ、変なやつ。私はマスターの大嫌いな兵器。私転校したばっかりだからこれくらいしか持ってなくて。似合ってるかにゃん。かわいい。ねえ、あれがトモキのかわいいってことなの。マスターの理想の女性像なんでしょうか。こんな感じ。にゃにゃ。イカロス、よくできたな。お前も少しは人間らしくなってきたじゃないか。人間、隠し事の一つや二つあるもんな。だろ？マスター。いいんだ。私。いいんだよ。言いたくなったら話せ。家族なんだから。イカロス。はい。マスター。おはよう。ございます、マスター。落ち着け、俺落ち着け。相手は羽生えてんだぞ、羽。どうかしましたか。いや、やっぱダメ。接着剤で無理やり表情作って固めてみたんだけど。お前らアホか。ほら早く顔洗え。トモキ、ちょっと嬉しそうだったじゃない。 うるさい。本当に心から。なんだ、また悪い冗談なんだろう。なあイカロス。大好きでした。マイマスター。トモちゃん、私の時といい、いつもいつも。やっと笑えたわね、アルファ。お前、今ちょっと笑わなかったか。え？もう一回やってみろ。にやり。ドアホー！